アルブレヒト・フリードリヒは、プロイセン公。ホーエンツォレルン家の初代プロイセン公アルブレヒトと、2番目の妃である、ブラウンシュバイク・カレンベルク公エーリヒ1世の娘、アンナ・マリアの子。父アルブレヒトが、ドイツ騎士団国に代わって創始したプロイセン公国を、14歳で継承した。ユーリヒ・クレーフェベルク公ヴィルヘルム5世と、妃マリアの娘、マリー・エレオノーレと結婚し、7人の子を設けたが、2人の男子はいずれも夭折した。長女アンナは同族であるブランデンブルク選帝公、ヨアヒム・フリードリヒの子ヨハン・ジギスムントの妻、次女マリーは、ヨアヒム・フリードリヒの弟、バイロイト辺境伯クリスティアンの妻となり、四女エレオノーレは、ヨアヒム・フリードリヒ自身の5歳となった。アルブレヒト・フリードリヒは、皇位継承時に若年であり、長じても、精神を病んでいたため、プロイセン公国は、同族の従兄アンスバッハ・クルムバッハ辺境伯、ゲオルク・フリードリヒ、ついで、ヨアヒム・フリードリヒとヨハン・ジギスムント夫子の摂政の下で収められた。1618年に、アルブレヒト・フリードリヒが死去した後、ヨハン・ジギスムントが皇位を継承し、以後は、ブランデンブルク選帝公が、プロイセン公、後に、プロイセン王を兼ねる、同君連合国家ブランデンブルクプロイセンが成立した。ありがとうございます。